どうも、そこじゃミネットです。さあ、富森実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、夢番地訪問になります。1号ラテ村です。いや、ちょっとね、日本庭園みたいなね、部屋を作ろうと思ってるんだけど、ちょっとね、それの参考にさせていただこうかなと思っております。では、早速、行きましょい。1号ラテ村、行きます。しゃあ、というわけでやってきました。夜ですね。夜に更新されたのかな。夢の世界ようこそ。あなたは今、イチゴラテという村の夢を見ていらっしゃるのよ。OK です。さあ、というわけで、イチゴラテ村にやってまいりましたということで、住民の、あれですね、並んでるのが、綺麗に並んでるな。すごいな。え、めっちゃ並んでんじゃん。こんな風に綺麗に並ぶもんなんだな。いや、お前で座敷いたらそれだけ違うってことで、確かに横一列にするよりもこっちの方が見栄えはいいもんな。すげえな。どうしよう。どこから行ったらいいのか。とりあえずリアンさんのところから行っちゃう？おっと。タワーが立っている。これ朝だったらもっと綺麗なのかなって思ったけど、イルミネーションがあるから夜の方がやっぱり綺麗なのかな。そうだな。なんか奥の方にあれがあるから、とりあえず一周する？とりあえず村を一周してから考えようか。すごいな。お菓子のお家だ、マジで。下の方に行くと、わ、めっちゃ綺麗。やっぱ夜の方がいいな。こういうの明かりがついてると、やっぱ夜の方が綺麗に感じるな。下すごいな。レアな花ばっか咲いてんじゃん。うおー。金バラ。金バラまだ俺も咲かしたことないんだよね。美しい村だから。金バラいいね。向こうは青バラ一色って感じか？オッケー。じゃあ、ちょっと右の方に行って、この子はじゅんくんか。じゅんくん。一人ぼっちは寂しいもんな。こういうのって下にさ、住民を揃えるか、上に住民を揃えるかで結構悩むところあるよね。わ、ソーラーパネル。こんだけ前で出し敷くのも結構大変で時間かかるもんね。オッケー。だいたい一周し終わりましたということで、ちょっと家の中に入らせていただきたいわけなんですが、どうしよう、誰から行こっかな。ロボがいる。リアンさんのところからお邪魔させていただきましょうか。多分村長さんだと思うから、リアンさんから入らせていただこうかなと思います。ここはリゾートか。リゾートっぽいな。真夏のリゾート。すげえ、何これ、こんな家具あるんだ。めっちゃ再現度高えな。この夏をイメージされた部屋にはぴったりの家具ですね、これ。ちょっと左から行こうか。こっちがカフェかな？こっちはカフェですね。うわ、俺の家のカフェと全然違う。やっぱ人によって全然違うんだな。カフェというよりなんかパン屋さんみたいな感じかな。なんかすごいパン屋さんっぽいですね。いいな。この家具いいな。これ欲しいな。どうしよう、上から行くか。BGM いいね。これ何流れてんの？アロハケケ。ケケアロハじゃなくてアロハケケが流れている。右の部屋、あー、かわいい。すごいな、ゼルダのやつあるじゃん。トゥリーン、トゥリーン。これ音も変わったらいいのにね、色によって。さすがにそれはあれか。ゼルダのあれが壊れるか。大好きが流れている。そんなシンプルな曲の名前のやつもあるんだな。すごいピンク色で統一されてる。てか、使い方がうまいね。この、スプラトゥーンとか、モンハンのやつの。俺だったらモンハンでしか統一できねえもん。使い方がうめえよ。じゃあ、上の方に行く？スイカが割れている。上の方にお邪魔させていただきましょい。上は？上はレストランか。これレストランですね。再現度高すぎやろ。すごいな。スープバー、ナンがある。ナンってみんな食べたことある？なかなかね、ナンってないんだよ。コーヒーをいただいて、すごいおしゃれ感のあるレストランですね。村結構変えていらっしゃるのかな？なんか、見たのと違うから、すごいな。こだわりがあるんだろうな。上の部屋は書斎だな。すごい散らかってる。お父さんの書斎の部屋って感じかな？うわ、これあれじゃん。博物館に置いてあるやつじゃん。ブレーカーもある。再現度が高すぎる。ゼルダ。ゼルダが好きなのかな？このお父さんは。これ何この家具。でもなんか特殊なやつだよね。任天堂の。そんな感じすんもん。
雰囲気からして。すごいな、書斎だな。ワンちゃんもいる。豪華な書斎だな、これ。ワンちゃんにこぼされそう、この T。何流れてんだろう。一部屋一部屋に流れてるのが違うって、すげえな。こだわりがあるんだな。お、下は？あー、バーか。バーですね、これは。すげえ、ビリヤードとかもある。おお、なんとも言えないこの独特な雰囲気。バーとかね、まあいかんけどね。でもなんか一目見ただけでバーだってわかるのは非常に再現度が高いんだなと思うわけなんですが、いいね。ちょっとホタルちゃんと一戦バトルは。これバトれたらいいのにね。一戦バトりてえ。マスター、マスター、これ何、マスターこれ何、ソルト。ソルトかな、ミルク。かわいい。よし、一軒目お邪魔しましたということで、二軒目に行きたいが、村長さんいないのかな。さっきなんか村長さんいらっしゃった気するけど、あ、いた、村長さんか。ひどいです、ひどすぎます。え、何がですか、何がですか、何がですか。村長さんひどいです、ひどすぎます。何があったんだろう、ちょっと闇を見てしまった気がする。わあ、かわいい。オルゴールか。オルゴール部屋か。全種類揃ってますって書いてあったから、全種類揃ってるんだろうね。すげえ。海流破壊光線。海流破壊光線されてひどいです、ひどすぎますってことなのかな。てか、これいいね、下のやつ。ライト。これ上行こう。あ、上も、あー、オルゴール部屋ってそういうことか。全種類揃ってますって書いてあったから、本当に全種類あるんだな、これ。てか、これ、これ何？この、下から光ってるやつ。ちょっとこれ、どなたか、わかる人教えてもらっていいですかね。これ見たことないんだけど。だからこれがあるだけで、おしゃれ感増すもんね。欲しい、これ。ライト欲しいな。うわー、すごいぞ、これは。全部揃ってるって書いてあったから。うわー、こんなにあるんだ。オルゴール。これもしかして上に貼ってあるやつが流れるってことか。うわー、すげーな。おしゃれに決めてんな。何が流る？見えちゃった、見えちゃった。ダメだぜ、村長。ちょっと女の子のね、お部屋の中のタンスの中を見るっていうのはちょっとよろしくないね。上の部屋、おー。けどあれだな、すごい。ベルかかりそうだな、この部屋作るの。キャンディー。一つだけキャンディー。全部流したらすごいことになると思ったけど、一個ずつしか流せんのか。あー、ケケマハラジャだ。もうこのケケマハラジャだけ覚えてる。俺が初めて買った、ケケソング。ケケマハラジャ。はい、オッケー！ということで、さ、ということで、残すところあと2件になった。てか、住人さんの名前が可愛い。ディアン、ローズ、ブランシュ、ノワール。可愛いな。もうそこからして、すごい世界観が溢れているわけなんですが、ノワールさん、想像力が足りないよ。いやー、これ全然いいよ。もう、いいよ。認定しちゃうぐらいの想像力ですよ。じゃあ、ブランシュさんからお邪魔させていただこうかな。こっちの部屋、ここがキャンプ場か。再現度高いな。キャンプ場って一目見てわかるぐらいのクオリティ。じゃあ早速、お邪魔させていただきましょう。おー、な、見たのと全然違うな。すごい、どんどんクオリティが増していってるんだな、これ。ここ見た時は釜だったんだけど飛行機になってるね。めちゃくちゃこだわってるんだな。ジャングルにいるような感じだな。肉焼いていくぞー。てる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 、1、2、3。これがね、モンハンのコツっすよ。美味しい肉を焼く。1、2、3、大事。こっちのお部屋はシナモン。シナモンだ。いや、かわいい。シナモンロール。シナモンのキャラあんまり知らないんだけど、すごいな。陽気な気分になれるね。これ何？ケケパレードが流れてる。これ何の家具？これってあれ？ピョン太郎の家具かな？こんな家具あるの？え、これそうなのかな？でも卵っぽいもんね。リメイクとかできんのかな？上の部屋に行くと？
これはレストランじゃないな、リビングか。どうやらリビングっぽいですね。すごい生活感の溢れてるっていうか、朝食中かな、なんか朝食って感じがする。家族団らんで、すごいな、こんなに優雅な朝食なかなか食えないよね。うちの役場にある植物と一緒のやつだ。これゴミがちょっと散らかっている、片付けてあげたい。あーダメだ、片付けてあげられなかったわ。ヒッタリンの部屋、うわ美容院かなって思ったけど違うな、普通のプライベート空間かな。ベッドもあるし、一瞬美容院かなって思ったけどプライベート空間っぽいよね。レジもないし、わ女の子の部屋だ、やばいやばい、あんまり長居したらダメだね。これエアコンつけられるんだ、おお。これでつけられて、これで消せんのか、へえ。いいじゃないですか。これドーナツだな、おお。女の子のプライベート空間だなこれ完全に。うえ、あーこれ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 、この部屋だよこの部屋。俺この部屋を見たかったんですよ。じゃあすごいなと、この日本庭園やばくね、これ光んの、光ってんじゃん、わあすげえ、大興奮だなこれ。めっちゃ虫いるけど、でもその虫すらも風情があるというか、やば。これ参考にさせてもらおうって思ったけど、こんな家具持ってねえわ。いいなこれ、超欲しいんだけどこの家具たち、いいなー。これはねなんかもらった気がする、まだ売ってなければあるんだけど、いやすごいな、これはすごいわ。こういうね日本庭園みたいな部屋が作りたいんですよ。まあなかなか夢のまた夢なわけなんですが、うーんこれいいなー。下の部屋は研究所に来てしまった、あ怪しいところに来てしまったぞ。どうしよう、何の研究をしていらっしゃるんだろう。なんとなんとも深い闇を見てしまった気がする。こんな可愛らしい服装をしていらっしゃるというのにもかかわらず、何を研究なされてるんですか。コーヒーもある、もう完全にもう入り浸りながら研究する気満々の施設ですね。うわー闇を見てしまった。住人さんがなかなか見当たらんのだが、住人さんどこいるんだろう。住人さんいないな。あ、いた住人さん、やめてあげてよ、なんでそんなネガティブなんだ。なんか住人さんがすごいネガティブ系ですね。想像力が足りないよ。いや十分だと思うんだけどな俺は。さあ来たぞ。おっとここが広場か、最近オープンしたっぽいですねここの広場。いやバス停もあるけど、バス停すごいな、こんなんあるんだ。お悩んでいる、何を買うつもりだい。さてどうする、下から行くか左から行くか。ワンちゃんも散歩できる、すごいいい空間ですね。ひったりひったり、ここも日本庭園か、違うな、ここは普通に食べるところですね。和風な部屋で食べれる、うわー生きたマグロ新鮮そう。大将いないんだな、俺が大将になるか、すげえな。でメニュー豊富すぎでしょ、これは大変だろうな。メニューがすごい豊富、品書きもあるぞ上に。へえこんな部屋も再現できない。この家具いいね、この家具がすごい和風な感じをイメージさせるから、おおつけとこ、上に上に、おっとハッピーホームデザイナーの部屋じゃないですかこれ、完全に再現度高えな。これはもう間違いなくタヌキチの椅子ですね。ベルの山が置いてある、ちょ奪いたい放題じゃんこれ。これだけ奪われても何の問題もねえってか、さすが金持ちの社長はちげえな。いやタヌキハウジングがやっぱ儲かってんだなこれ。右だ右、右に行こうではないか。あー座っちゃった、ポップコーン食べながらいただきます。右の部屋はレストランか、古民家レストランっぽいですね。へえ、古民家レストランすごいな本当に。じゃ女の子が作ったって感じの部屋がして非常に素敵だな。ドーナツすごいな、種類も豊富だし食べ放題だったらもうすべての女の子が憧れるような
な部屋なんじゃないかなと思いますね。上の部屋は、おお、R パーカーズのやつか、この絨毯。うわあ、すげえ、おもちゃ屋さんだ。これおもちゃ屋さんだな。やば、一目見て分かってしまったわ。おもちゃ屋さんではないですか。こんなにうまいこと飛び盛りで再現できんだな。やっぱ発想が違うんだろうね。想像力が全然ちげえわ。すごい陽気な気分になりますね。ワクワクするぞ、これ。ほら、ワクワクすっぞ。下の部屋に行ってみたが、ここが古民家レストランなのかな？すげえ、本当に古民家レストランって感じがする。いろりだ。どうすか皆さん、やばくないっすか？じゃあ憧れるな。白うさぎがいる。かわいい。やべえ。憧れるわ、こんな部屋。ねえ、いいな。いつか俺もこんな村にしてえな。もう完全に、今はまだ憧れの憧れだけど、いつかはこんな家を目指したいなと、強く思いますね。はい、というわけで今回はね、いちごラテ村を訪れさせていただいたわけなんですけれども、いや、すごいね。もう多分全飛び盛りユーザーが参考になる村になってるんじゃないかなと思います。というわけで概要欄に夢番地貼っておきますので、ぜひぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。絶対参考になりますのでね。よし、というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。